Marisa and Remu presents.今回紹介するのは、明治日本の産業革命遺産、製鉄、製鋼。待って、その長すぎるタイトル全部言うと尺が足りなくなるわ。わかりやすい世界遺産名にしないとダメって、イコモスの方針のせいなんだぜ。それを言うならタプタプアテアとかパパハナウモクアケアはどうなるのよ。名前だけだと世界遺産なのかすらわからないわ。こっちも軍艦島と愉快な仲間たちとか、サブタイトルが必要かもしれないな。サブタイトルはダメよ。直近で登録されたものだけでも大変なことになってるわ。何よホスピタリティの場って。わかりやすくしようとして逆効果になってるわ。そこに比べたら今回のは、近代産業遺産ってわかるからマシだと思うぜ。さて、そんな明治日本の産業革命遺産の概要から。2015年に日本で19件目に登録された世界文化遺産、西洋の技術者の指導のもと、幕末から明治にかけて発展した炭鉱、鉄鋼業、造船業に関する建築物の集合体なんだぜ。福岡、佐賀、長崎、熊本、鹿児島の九州5県、それから山口、岩手、静岡、を合わせて8県にあるんだぜ。頭が、一体何分の尺になるのかしら。しかも、ここの遺産がめちゃくちゃ離れてるじゃないの。こういう登録の仕方ってありなの？こういう世界遺産を、シリアルノミネーションサイトって言うんだ。文化や歴史的背景が共通の資産を、一物件として登録することが可能なんだ。この中でも、国境を越える場合はトランスバウンダリーサイト。大陸を越えるとトランスコンチネンタルサイトになるんだ。全体として顕著な普遍的価値を持つと判断されたら OK なのね。最近の世界遺産はこういう合わせ技一本が多いから覚えるのが大変よ。というわけで、産業遺産情報センターのエリア分けごとに紹介するんだぜ。まずは、エリア1。山口県の萩野産業化初期の遺跡群エリアで、5つの構成資産があるんだ。萩反射炉、恵比寿が花造船所跡、大分山多々良製鉄遺跡、萩城下町、松下村塾、これら5つが構成資産なんだ。先日お亡くなりになった安倍元総理のお膝元ね。何要素で統一されたエリアなのかしら。萩市は山口産区だから安倍市じゃなくて林市のお膝元なんだぜ。ここでは主に吉田松陰が主催した松下村塾が有名だな。あとの日本の近代産業化を担う多くの人材を育てたんだ。明治政府を作った人たちの塾が残っているのってすごいことよね。日本の木造建築で残ってるのってほぼ宗教建築物だし、伊藤博文ゆかりの地ということで、某海外からの批判もあったそうだぜ。こういった件に関してはスルーね。マリサもこんなくだらない煽り記事拾ってこないで。次にエリア2。鹿児島の九州税関エリア、薩摩藩主島津成明の州税関事業に関する遺産群なんだぜ。九州税関反射炉跡、九州税関機械工場、旧鹿児島紡績所技師館、寺山住釜跡、関吉野疎水港、これら没が構成資産なんだ。欧米に対抗するための近代的西洋式工場群よね。私、大奥が好きだから幕末の薩摩には詳しいのよ。篤姫はこの島津さんの養女なのよね。世界遺産検定1級テキストからは、関吉野疎水港が出題範囲になってるんだ。集成館の動力源である水車動力用の水を供給するために、築かれた全長 7km の疎水なんだぜ。なぜ集成館本体より疎水の方がテキストに詳しく紹介されてるのか謎だけど、マニアックすぎて逆に覚えやすいわ。次にエリア3。静岡のニラ山反射炉エリア。ニラ山大官の江川秀達によって建造された反射炉なんだぜ。アヘン戦争などを受けて、欧米列強に対抗するために作ったんだ。息子の秀俊が、オランダ陸軍少将ヒューゲニンの鉄製大砲鋳造砲を元に伝統的技術で完成させたそうよ。
親子2代の思いが世界遺産になったなんてロマンを感じるわね。次にエリア4。岩手県釜石の橋の鉄鉱山エリア。鉄鉱石産出地なんだけど、現存する日本最古の洋式航路跡地でもあるんだ。オランダ省元に伝統的施工技術で建設し、1858年、日本初の連続出船に成功したんだ。震災のイメージのある釜石だけど、製鉄業の先駆け地域なのよね。岩手は平泉、縄文遺跡と、地味に世界遺産の数を稼いでるから今後も注目ね。次にエリアを。佐賀の御悦海軍所跡エリア。佐賀藩海軍の訓練場造船所で、日本に現存する最古の艦船所ドライドックの遺構が残ってるんだ。長崎海軍伝習所で得た西洋技術の情報をもとに作られたんだぜ。ここは当時の建物っていうよりは、史跡って感じね。ほぼ公園だもの。想像力をフルに使って感じる世界遺産ってのもおつなものなんだぜ。次にエリア6。長崎エリア。主に長崎造船所、高島炭鉱、旧グラバー住宅の3種類に分けられるぜ。ここは同じ長崎の潜伏キリシタン関連遺産と合わせて見に行けるからコスパがいいわ。大浦天主堂とグラバー邸なんてほぼ隣接してるもの。長崎造船所は、三菱合資会社時代に建設された造船関連の遺産が数多く残っていて、稼働中資産があるのも特徴なんだ。あら、ジャイアントカプリコが世界遺産なのね。久々に食べたくなったわ。ピンクのお菓子のことじゃないんだぜ。ジャイアントカンチレバークレーンは1909年に日本で初めて建設された電動クレーンなんだ。現在も使用されてるんだぜ。カンチレバー式だと、イギリスのフォース鉄道橋も世界遺産になってるわ。日本語では肩持ち針と呼ばれるそうよ。垂直な物体の片刃が固定されたものらしくて、水泳プールにある飛び込み板の構造がそれに該当するらしいわ。高島炭鉱は佐賀藩とスコットランド出身の商人トーマス・グラバーによって開発された海底炭鉱なんだぜ。そのグラバーの住宅である旧グラバー住宅も、英国コロニアル様式と日本の伝統建築が融合した建物として構成資産に入ってるんだ。高島炭鉱は、タコ部屋の重労働で二度と帰れぬ鬼ヶ島と恐れられたそうよ。ホッケー成功っていう国内初の建鉱があるんだけど、今年の世界遺産検定1級でも出題されたわ。構成資産のさらにその一部の要素まで出題するなんてどんだけマニアックなのよって驚いたけど、軍艦島という通称で有名な端島炭鉱は、長崎港南西約 18km にある島で、高島炭鉱の主力港だったんだ。狭い島に高層鉄筋アパートが次々に建設され、最盛期には5000人を超す人が生活していた。私、この島にクルーズで近寄ったんだけど、波が高くて上陸できなかったのよね。今でも後悔だけど、知床の事件でいかに安全が大切か分かった気がするわ。強制労働の有無によって大きなニュースとなったんだけど、それは講談で説明するんだぜ。次にエリア7。三池エリア。三池炭鉱の主力鉱口である宮原鉱、それに次ぐ万田鉱、そして貿易鉱である三角西鉱で構成されてるんだぜ。三井三池葬儀で聞いたことがあるわ。労働葬儀の代表的な例というか、とにかく炭鉱という場所は労働条件が悪いってイメージだわ。ボリビア南部のポトシ銀山とかも世界遺産だけど、インディオの奴隷に採掘させてたみたいだしな。ドキュメンタリーで見たけど、ポトシの鉱山は今でも小学生にあたる年齢の子供が出稼ぎで働いているわ。世界遺産委員会では鉱山遺産も登録していこうっていうグローバルストラテジーが採択されたけど、現在もこういった問題があることに注目していかないとね。最後にエリア8。北九州市の官営八幡製鉄所エリア。国の威信をかけた官営製鉄所の中枢機関で、遠賀川水源地ポンプ室も含めて構成されている。今でも残ってて、しかも稼働中のものがあるのはすごいことよね。ただ、ここの構成資産は全て非公開施設とのこと。今でもお仕事で利用しているかもしれないのに、一般人に入ってこられても迷惑だろうしな。世界遺産すべてに行きたい。とかコンプするなんて無理な話なのよ。そもそも、女人禁制の沖の島が登録された時点で私たちには無理ゲーだものね。わら。
次に世界文化遺産登録基準1から6のうちで採用された具体的内容。今回は、2、人間的価値の交流、4、建築様式、建築技術、科学技術の発展段階の、2つが採用されたんだぜ。具体的な採用理由は次の通り。登録基準には、東アジア及びヨーロッパの先進諸国と日本との間における文明の交流を表す。登録基準4は、西洋以外で初めての飛躍的な経済発展を、わずか約50年間という短い期間で達成した。輸出入による海外交流の証拠。それから産業史の主要段階を物語る建築物の集合体ってことでしょ。妥当だと思うわ。そもそも、富岡製糸場や海外のも含めて産業遺産って大体に、4の組み合わせなのよ。産業遺産はこの登録基準を適用しやすいんだよな。海外の技術を取り入れて適合、消化かつ建物が残ってたから登録までこぎつけたケースが多いと思う。世界遺産委員会でも、こういう近代遺産はどんどん登録していきましょうって傾向だものね。ただ、これが世界遺産なの？って言われがちなんだよな。その辺の意識の差をどう埋めていくのかもユネスコの課題だと思うわ。次に、世界遺産登録までの経緯。2000年代から、萩城下町や九州の自治体を中心に近代化産業遺産の保存、啓蒙活動が行われてきたんだ。そんな中、2006年に文化庁が世界遺産暫定リストの公募を実施、何回かの提出から再提出を経て、2009年、暫定リストに追加が決まったんだ。複数の自治体だから構成資産の範囲を決めるのも大変だったでしょうね。うちの県のこれも入れて、って絶対思うはずだもの。当初の名称は、九州、山口の近代化産業遺産群非西洋世界における近代化の先駆け。九州と山口に限定してたのね。でも、この名前も長すぎるわ。明治日本の産業革命遺産にしたのは正解ね。それに、非西洋世界における先駆けなんてタイトル、隣国に何を言われるか分かったもんじゃないわよ。うちの方が早い、とか言われかねないわ。その後、専門家委員会の提言により、構成資産が増えたり削減されたり。途中から佐賀、岩手、静岡の3県が出てきたわけね。佐賀県は儲け者よね。構成資産の一つであっても、世界遺産のある県というステータスは大きいわ。2014年1月17日には閣議了解で世界文化遺産への推薦を決定。8エリア23資産とした上で、明治日本の産業革命遺産九州山口と関連地域の名称で正式版の推薦書を世界遺産センターに提出した。九州山口ってのが面白いわね。山口の意地を見た感じがするわ。もともと萩城下町として、単体で世界遺産の活動をしてたからな。地名を入れるならうちも、って気持ちがあったと思うんだぜ。潜伏キリシタンの時も天草って名前を入れてよって熊本県が言ってきたでしょ。そりゃ、我が県の名前をぜひ入れてほしい。って思うわよねー。ちなみに、稼働中の資産を含むということで、文化庁ではなく、内閣官房が推薦したんだぜ。港湾法や景観法なども組み合わせて、保護計画を立てる必要があるからだそうだ。ここは世界遺産検定のテキストにも赤字で記載されている、重要ポイントなんだぜ。なぜ重要なのかはわからないけど、出題されたら大変だから覚えておかないとね。推薦書提出後、ユネスコ諮問機関のイコモスの現地調査が行われた。そして第39回世界遺産委員会に先立ち、イコモスは2015年5月4日に登録を勧告。この時に、現在の名称である明治日本の産業革命遺産なんちゃらって、名称に変更となる。重工業に限定された物件であると、明記すべしというイコモスの意図らしい。あら、山口県の方はどのようなお気持ちだったのかしら。そして、第39回世界遺産委員会にて登録が決定されるものの、審議中、揉めに揉めたのよね。岸田外相は事前の会合で両国は共に協力し、両案件が登録できるよう協力することで一致したことを明らかにしていた。
そして、第39回世界遺産委員会では、日本が応援することを約束していた〇〇国のくだら歴史地区の登録が全会一致で決まる。向こうの方が順番が先だったのよね。いざ日本の明治産業遺産の審議が始まると、態度が一変。強制労働を明記することまで求めるなど態度を硬化。マラソン大会で一緒に走ろうねって言ってたのに、ゴール付近でスピード上げるクラスメイトみたいね。日本人の優しい気質を表すエピソードで笑えるわね。日本側は〇〇国が主張した強制労働、フォーストレイバーの表現を避けつつ、労働を強いられた、フォーストプーワーク、このような人々がいたことを表明した。こうして、7月5日、土壇場での登録が決まる。次の世界遺産委員会が、長崎の潜伏キリシタンの審議の会でしょ。翌年のジャッジへの影響も危惧したんでしょうね。次の世界遺産委員会の委員国から、日本は任期切れで外れるからな。ただ、翌年の長崎の潜伏キリシタンの委員会では、すんなり登録が決まっているわ。ヨーロッパに世界遺産が集中しているから地理的均衡を、近代遺産も増やそう、と歌いながら、結局はキリスト教強しといったところかしら。というわけで今回は、明治の産業革命遺産を紹介したんだぜ。イギリスのガーディアンは、日本の施設が強制労働を認め世界遺産にと報じたそうよ。これについては、マリサはどう思うかしら。正直、フォーストレイバーだろうが、フォーストプーワークだろうが、解釈次第でどうにでも報じられそうなんだぜ。文字の表現を変えたところでね。フォーストっていう言葉がある以上、そういう労働はあったと日本は認めたのよ。まあ、19世紀から20世紀初頭の鉱山の労働が、現代のデスクワークみたいな楽なものだったとは言えないけどな。タコ部屋労働や、囚人労働も、あったんでしょうね。実際に労働争議があったわけだし。ただ、それを言うなら、世界の巨大建造物だって、徴収されてきた人で作られたものが多いはずよ。近現代は、労働に関する新しい記録が残っているから目立つんだけど、そういう労働形態があったということも踏まえて、私たちは今後の働き方を考えていくべきだな。世界遺産の意義でもあるはずだぜ。それと、推薦が決まった佐渡金山もこの点が来年どう解釈されるか楽しみだわ。今度こそ、誰に何を言われても、日本としての意見はそのまま委員会に主張してほしいものね。それでも落選したのなら、それはそれで一つの答えだと思うんだぜ。それではご視聴、ありがとうございました。